こんにちは、マルシャークです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画はじゃん、こちら MX キーズミニ、こちらを購入して1ヶ月ほど経ちましたので、改めてこのレビューをこちらの MX キーズとクラフト、この2つと比較しながら考察していきたいと思います。でまずはじめに、僕自身この MX キーズミニどれぐらい使ってますかっていう話なんですけれども、毎日使っております。これめちゃくちゃ気に入っております。前の動画でも話したんですけれども、僕このロジクールのこのクラフトから始まる MX シリーズ、まあ、正確に言うとクラフトは MX シリーズじゃないんですけれども、後の MX シリーズにつながるこの打鍵感、このあたりを基調としたキーボード、このシリーズの大ファンです。でこのシリーズを比較するにあたっていくつかチェック項目があるんですけども、まあ、1つ目、簡単なところでいくとサイズ感ですよね。一応この MX キーズミニっていうのがコンパクトっていう規格のものになっていて、クラフトと MX キーズについてはフルサイズのものになっておりまして、まあ、いわゆる10キーがついてくるモデルになっております。普段使いとしてはこちらを Windows PC、こちらを研究室の Windows PC、 そして MX キーズミニを僕は編集であったりとか Windows PC で使っております。でそもそも僕は研究をする関係で10キーをめちゃくちゃ使う派だったので、最初にクラフトを購入したんですけども、これが購入当初だいたい2万円ぐらい、今だと2万円ちょっと切って1万9000円台で買えます。でこれを使っている中でいくつか不満点があったので、MX キーズに変えてこちらを日常生活で使うキーボードとして使い始めました。でそこからさらにコンパクトタイプの MX キーズミニが出たんですけれども、僕正直これ買うときは10キーないよねっていうふうに思ってたんですけれども、普段使いとか10キーを使わないっていう方にとってはこの MX キーズミニが最強なんじゃないかなって個人的には思っています。メカニカル系であったりとか静電無接点方式であったりとか、まあ、そういったものを除いて、こういうキーストロークの浅いキーボードのタイプでコンパクトサイズのものってなんかちょっと安っぽい作りのものが多かったんですけれども、この MX キーズミニはやっぱりこの元々あるフルサイズの MX キーズの明らかにコンパクトになりましたよっていうバージョンのものだったので、コンパクトなタイプになっても性能がそのままっていうところがめちゃくちゃ気に入っております。なので単純な買い分けとしては、10キーを普段めちゃくちゃ使う人は MX キーズを買えばいいですし、そうでない方にとってはこの MX キーズミニが最強だと思っております。でクラフトについてなんですけど、こいつだけは他のものとちょっと大幅に仕様が違っておりまして、実はこれバッテリーが1週間ほどしか持たないんですね。でこの MX キーズのシリーズについてはバックライトをつけている状態であれば10日間の使用が可能で、バックライトをつけていなければ20週間ほど持つというかなり長時間のバッテリー駆動が可能な個体となっております。まあこういったねバッテリー駆動の観点から、実はこのクラフトを僕は使うのをだんだんやめてしまったんですけれども、まあもう一つの理由がこのコントロールホイールをうまく使えていなかったっていう点がございまして、このコントロールホイール実はですね、こう回転するだけじゃなくて押し込みと、それからタッチ操作、それから押し込みながら回すとか、こんな感じのいくつかの操作ができるんですけれども、機能としてはロジクールから出ているロジクールオプションというソフトウェアで、オフィスであったりアドビ系のソフトに対してこのコントロールホイールにショートカットを割り当てるというものになっております。ただ注意点があって、オフィスについては Windows のみで、アドビについては Windows でも Mac でも基本的にはいける仕様になっております。それ以外の機能でいくと、 Windows 固有でいくと Windows のメディアプレイヤーの機能、プレビュー、サファリ、クイックプレイヤー、このあたりはだから Mac の機能が使えます。で実を言うと Spotify も Windows Mac どちらもショートカットを割り当てられるという風な仕様になっております。一見するとすごく便利な機能かもしれないんですけれども、僕がこれを購入してもう4年以上経っておりますが、ほとんどこのショートカットキーの割り当ては使いませんでした。これは別に使えないとかじゃなくて、単純に僕がズボラであんまり使わなかったってだけなんですけれども、ここが僕が MX キーズに乗り換えた一つの理由で、バッテリーが7日間しか駆動しないのに使っていないコントロールホイールの機能そんなに重要かって話になったんですよね。そう考えると、単純にバッテリー駆動時間の長い MX キーズのシリーズの方がいいなと思いました。まあ家で Amazon プライムとかを使って動画を見ているときは、確かにこのね再生とか音量調節のボタン楽っちゃ楽なんですけれど、一応ここにですね再生とか音量調節のボタンあるので、まあぶっちゃけこっちでも済むっちゃ済む話なんですよ。でしかもその機能ってそのまま MX キーズのシリーズに引き継がれてるんですね。だからキー配列は全く同じで、バッテリーの駆動時間とコントロールホイールがあるかないかの問題なんですね。普段お仕事でそこら辺のショートカットをたくさん使いたいっていう方にとってはこのクラフトのシリーズめちゃくちゃいい製品なのかもしれませんけど、まあ正直僕にとってはいらなかったな、だったらむしろ
ろバッテリー駆動が長いこちらの方がいいよなっていう判断でこっちを愛用しておりました。で問題のミニなんですけれども、コンパクトタイプとフルサイズの明らかなる違いってやっぱり持ち運びに便利か便利じゃないかっていうのを先日のアメリカ旅行で思い知らされました。やっぱりコンパクトタイプの方が持ち運びはめちゃくちゃ便利だなと思います。最近例えばワーケーションみたいなオフィス以外で働くっていう場面でプラスアルファキーボードを持ってきたいってなった時に、なんかもうこれでいいんじゃないかって思うぐらいにはめちゃくちゃ便利なんですよね。それだけもう本当にただただコンパクトにしただけっていうモデルなんですよ。もうバッテリーの駆動時間も一緒ですし、キー配列も一緒ですし、まあ、違うところといったらここの登録できるデバイスの切り替えボタンがファンクションの 1,2,3 のボタンと一緒になっていることぐらい。と言ってもですね、僕はこのファンクションボタンについてはファンクションロックをしていて、普段はもうファンクションキーとして使えるようにすると。でこちらのデバイスを切り替えたい時には改めてファンクションのこのボタンを押してデバイス切り替えのボタンを押すっていう感じなので、全然このデバイス切り替えのボタンが気になってないんですよね。まあ購入を検討される人の中にはこのあたりが気になる人もいると思いますが、個人的にはこのファンクションキーと端末切り替えボタンが一緒になっていることによって生じる不都合みたいなものは特に僕にはありませんでした。であとは値段の話ですね。一応高い方からいくとクラフトが 19,000 円ちょっとします。そして MX キーズのこのフルサイズの方が 15,000 円オーバーぐらいですね。で今回再度レビューを行った MX キーズミニについては 13,000 円オーバーで買うことができます。まあ僕の場合はですね、これ US のキー配列が欲しかったので、これを輸入した結果倍額になってだいたい22,000円とかになっちゃったんで、この中では圧倒的に高いやつになっちゃったんですけれども、まあ個人的には本当にこれ手に入れてよかったなって思います。まあもちろん日本語キー配列であれば普通に 13,000円ほどで買えるので、かなりおすすめな商品だと思います。であと細かい話をすると、実はファンクションキーに割り当てられている一部機能が少しだけ変わっておりまして、 MX キーズの方ではマルチタスクのウィンドウを全部表示するコマンドだったり、それを全部なくすコマンドだったりっていうのがあったんですけども、最近のリモートワークであったりとかオンライン会議向けにマイクミュートの機能であったりとか、それからスクリーンショットであったりとか、まあ、そういったねより最近の働き方に適したキーが割り当てられるようになりました。まあ、こういったところも実は地味におすすめしているポイントではあります。やっぱりマイクミュートが一発でできるって結構便利な機能かなと思いますので、まあ、そういった点でも最近の働き方には MX キーズミニが最強なんじゃないかなって思っております。でベタ揉めしたので一応ダメな点をいくつか考えてみたんですけれども、例えばカーソルキーがここのね変な位置にあったりするとか、ちょっとフルサイズにはない特殊なキー配列をしているので、そのあたりは少し慣れが必要だと思います。ちょっと変わった配列ではあるんですけれども、まあこういったところに普段から慣れている方であれば特に問題はないのかなというふうに思ってはおります。ただ慣れていない方にとってはこのあたりが少しデメリットになってくるのかなと思います。ですごい個人的な話なんですけれども、僕普段ですねこちらのダヴィンチリゾルブスピードエディターを使って動画の編集をしているんですけれども、フルサイズとの相性がめちゃくちゃ悪いんですよね。やっぱりフルサイズだとこれプラス10キーがついてくるので、かなりデスクの領域を取ってしまうというデメリットがあるんですけれども、こちらねコンパクトになっているのでかなりワークステーションとしてはこじんまりとしたものになりまして、先日購入しましたロジクールさんのデスクマットともさらに相性がいいと、こういった点がすごく気に入っているポイントになっております。あとはパームレストとの組み合わせで、こういう風にパームレスト一部余っちゃうんですけども、余ったところにマウスを置いてリストレストとして使えるっていう風な機能もついてきますので、まあ、こういったね元々あるロジクールの製品との相性もめちゃくちゃいいなっていうことがよく分かりました。という感じで MX キーズミニ1ヶ月使用レビューとなりました。改めておさらいすると、クラフトはコントロールホイールをうまく使いこなせれば買ってもいい商品、ただしバッテリーの駆動時間が他のものと比べて少し短いのでその点が注意。 MX キーズについてはコントロールホイールがなくなりバッテリー駆動時間が伸びているので、一般的にはかなりこれがおすすめのキーボードになってくるのかなと思います。そして MX キーズミニについては10キーがなくなってコンパクトになっている分、デスクが広く使える点とファンクションキーに最近のオンライン会議向けの特殊なキーが割り当てられているなど、ちょっと細かい工夫がなされている点がかなり推しポイントになっております。そんな感じで3つのキーボードを比べながら MX キーズミニの1ヶ月レビューでした。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。Yeah, such a clapThank you.
And I start to clap. Cause I'm feeling good.